はい、本日はですね、いよいよこの紙パンツをね見つけましたんでご紹介していきたいなというふうに思います。ということでこちらがですね、今回アークテリクスのパンツをご紹介します。っていうのもですね、僕アークテリクスでジャケットばっかりいつも買ってるんだけども、パンツめちゃくちゃいいのあんなっていうのをですね、この間店舗行った時にパッて見たら、このマネキン履いてるパンツめっちゃいいじゃないですかって言って履かせていただいて、まあ、結局買ったということなんですけども、こちらをねご紹介していきますので、本日の流れとしてはですね、まずは着用していってサイズ感とかをね見てもらったり、シルエットをまず見てもらおうと思います。でその次に特徴ですよね、こういうどれぐらい特徴があんっていいのっていうのをところでお話しさせていただいて、でその後、まあ、今現時点で思う、まあ、デメリットとか、あとはおすすめの人はこういう方には向いてるんじゃないですかなんて言って、最後価格でね終わりにしたいなと思います。ではですね、こちら下の方にも、カメラをセッティングしておりますので、こちら履き替えていきたいなと思います。今現時点で履いてるのがね、ノーストレスのアルパインライトパンツという結構細めのパンツなんですけども、こちらから履き替えていきたいなと思います。では行きます、レッツラーゴー。はい、ということでね、履き替えてみました。どうですか、結構細いでしょ。で細くてスタイリッシュな感じのパンツで、もう見た瞬間に、ね、めちゃくちゃかっこええやんと思ってね、こちら履かせていただいて、まあ、購入したっていう、さっきも言った話なんですけどもね、これサイズがですね32というサイズになってます。でアークテリクスの場合って28、30、32、34っていう感じで続いているので、おそらく32が L サイズぐらいになってるんかなと思いますので、少しねちょっと僕からしてちょっと大きいんですよ。ほんま30が良かったんやけども、30がねちょっと売り切れちゃってたんで、あの急遽32のこちら購入させていただきました。でね、もしかしたらこれ薄々気づいてはる方いらっしゃるかもしれないんですけども、実はですね、冒頭で履いてたノースフェイスのパンツと、このパタゴニアのねテルボンヌジョガーズっていうパンツ、この3つをね比較徹底していきたいなと思ってますので、そのために買ったと言っても過言じゃないんですけども、まあそういう3大ブランドが出してるパンツってやっぱりいいんですけども、微妙にやっぱ人によって違うかったりするっていうところで、まああの購入させていただきました。まあまずはね、こちらのアークテリクスのパンツからね詳細をお伝えしていこうと思うんですけども、まずはですね、特徴としてはですね、パンツの特徴って皆さん何がありますかっていうとですね、まあ、スタイルがよく見えるっていうのもそうやし、今ってなったら普通のシルエットより細いか太いかのどっちかじゃないですか。で太くいくんやったらもちろん楽に履けるやろうし、細くいくんやったら最低限ストレッチは欲しいですよねってなったら、この下見てくださいね。じゃあ行きます。試着室行ったら皆さん何するんですか。そうですね、また開いて、中腰になって横に振るということでね、これでストレッチ性が効いてるか分かるし、あとはもうポジションの方ですね、ポジションの方をしっかり変更できるということで、皆さんにいつも言ってると思うんですけど、こうやってったらねめちゃくちゃやっぱストレッチ性があるんですよね。だから履いてて細いんやけども窮屈感はないっていうことで、足もめちゃくちゃ上がるし、あとこう屈伸とかしたりしても、ね、全然しんどくないっていうのがあったりするんで、さすがこれはアウトドアブランドらしいパンツですよね。あの見た目ももちろんいいんやけども、それ以上に動きやすさもちゃんと担保されてますよと、そういったパンツになってますと。じゃあその次に特徴は何がありますかっていう話になったらですね、これちょっと今までのパタゴニアとかノースフェイスにはなかった機能がこのアークにはついてるんですけどね、何かっていうと、この裾のところにねドローコードがついてあるんですよ。でこのドローコードキューって引っ張ってあげると、裾をねこう細くすることができて、例えばブーツとか履いてたりしたら、こう小石がねあの中から登山してる時とかって入ってくるじゃないですか、この隙間から。でそういうのを防ぐためにこうやってギュッてドローコード絞ってあげるってこともねできたりするらしくて、街中で履く人からしたらねあんま関係のないことやねんけども、こんなんはねあのいかにもアウトドア用っぽくに作られてるなというふうに思うんですけど、ちょっと珍しい機能がついてます。でよう考えられてるなと思うのがね、普通裾ねこういうの作られてたりしたらね、これ邪魔やなと思うんですけど、ちゃんと上のところで固定されてるんですよ。だからこうやって折り返してあげると、この中の上の方にはあるんやけども、この下に落ちてこないようにねなってるってことで、まあ、このあたりなんかもさすがアークテリクスですねいいようなね感じになってるんかなと思いますと、まあ、デメリットというかね、まあ、あのちょっと注意点のところのお話をしていきたいなと思うんですけどもね、あの、まあ、デメリットの部分っていうのはですね、これあくまでも春夏モデルなんですよね。だからガンマシリーズっていうのはこれ実はジャケットもあって、それのパンツ版なんですよ。でジャケットもそうなんやけども、比較的薄めになってて、特に防風性があったりとか防水性があるわけではないんですよ。だからあくまで普通の、まあ、トレイルパンツっていうのかな、その登山用のパンツやから動きやすさとかはあんねんけども、登山って夏は夏用の服を着ていくし、冬は冬用の服を着ていくから、もうこれ完全夏に特化した感じになってるので、ポケットの中とかはメッシュで作られてるんですよ。だからこういうポケットのメッシュってね、嫌な人嫌でしょ。例えば鍵とか入れる人って絶対引っかかるんですね。 100% 引っかかる。しかもまたそれが急いでる時なんですよね。出かけやなんか友達と飲み会やもう急いでた、あどうしようどうしよう、あポケットに鍵入れちゃう、よっしゃ家の鍵閉めようと思ったら大体こうグッて引っかかるんですよ。おいおいおい、こんな時にもう電車に乗らなあかんのに、もう早めやらんかいって言って、こう引っかかってるからゆっくりゆっくりやってたら気づいたら電車行くんですよね。おいおいおい、行ったやないかってなるので、このメッシュでね、今まで友達の信用を失ったよって方ね、あのはーいって手を挙げてもらったらいらっしゃると思うんです。
ですけども、それぐらいねこのメッシュのやつってあんまり好きじゃない人は好きじゃないかもしれないんですけど、まあそういった感じで春夏モデル、あくまで1年通じて履くんじゃなくて春夏モデルとして作られてますので、まあこのあたりはデメリットというか、まあ注意点としてね、ずっと年中履けるというよりかはこの春夏で考えた時にやったら全然問題ないですし、まあちょっと気になるのがポケットのメッシュがね、ちょっと僕はよく物を入れたりするので個人的には友達の信用を失いやすいんじゃないかななんていうふうには思ってますということなんですが、じゃあ対してねメリットとしてはどんな人がおすすめというかいい人なんかっていうと、変にこう立体裁断とかされてへんからこうアウトドアっぽくないんですよね。一見パッと見たらあれなんか普通の黒のスラックスかなみたいな感じで思うんやけども、ようよう見るとね右膝のとこにアークテリクスって言ってロゴは刺繍で入ってるんですけども、他のモデルとかでねこうどうしても立体裁断とかでこう縫い目がいっぱいあるようなモデルってどうしてもこうちょっとギア感が出てくるっていうのがねあったりするんやけども、まあ、これに関してはストーンと下に押してくれてるのでそんな大ギア感はないので、街中とかでもねより合わせやすいんじゃないかなと思います。刺繍はあるんやけども、まあ、シンプルにパーンって合わせれるようなパンツに仕上がってて、でさらになんかこの辺にもねポケットあるんですよ。だからポケットは両ポケットにジップついてて、でもう一個なんか右の太もものとこにもポケットあるんですけども、これは何を入れるポケットなんか僕は知りません。多分おそらく登山の時に使うんでしょうね。でこんなんがあったりとかしてるってことなんで、まあ、登山される方はもう多分もちろんぴったり合うとは思うんですけど、登山じゃなくてより街中でもね合わせやすいような仕様になってて、さっきも言ったドローコードがちゃんと中にしまわれてるから一見あるように見えないんですよね。ドローコードなんかあるんかなと思ったら裏側にピュッとついてるってことなんで、ノースフェイスの大人気パンツのアルパインライトパンツのアークテリクス版みたいな感じで僕はイメージとしてね思ってるんですけども、まあ、それぐらい結構誰にでも合わせやすいようなパンツかなということで、最後価格いこうと思うんですが、価格がね14,000円の消費税なんで、まあ、15,400円ということで非常にお買い求めしやすいね価格帯になってるんじゃないかなと思います。まあ、余計な機能ついてないんでその分取り扱いも楽ですし、値段的にもグッと下がってきてるんで、これはなかなかのね紙パンツじゃないかなと今現段階では思ってます。ただまあ今後履いていてね、あーちょっとこれどうかなとかっていうのがねあればね、また買ってよかったものシリーズとかで入ったら入った時にはいい理由やし、入らんかったらあこれ実はね履いたんですか、あんまこれ微妙やったんですって言うかもしれないんですけども、今現時点ではこれかなかなかの紙パンツじゃないかというところでねお話をさせていただいたというのがですね、こちらガンマ SL パンツということになっておりました。ということでまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。